青鳥の毛もみの綺麗色あせたれどその中に姿を映し心まんでありのままなる表面の蔵を返したその底に大阪男子に包み合う黄金色なる山吹を数えて見れば十枚にハッと喜び程度のはただいま仰せになりました。目はこれに手を求めくだされと聞くに驚き山のうち石品洗うがごとき境遇になんといたしてこの大金今まで秘めて起きしろと聞くに奥方にっこりと笑わが溶け突ぐとき母が手元に招かれて鏡の裏に貼り付け奥でこれ娘いかなることがあろうとあだに使ってください。